今日は傾きと切片という言葉を覚えようよく出る言葉だから必ず覚えてねポイント傾きと切片とは y イコール ax プラス b の a を傾きと呼んで b を切片というこれがポイントねこれさえ覚えておけば大丈夫じゃあ問題見ていこう じゃあ例題ね次の一次関数についてグラフの傾きと切片を答えよう出てきたよ傾きと切片を答える問題ポイントを振り返ろうポイントはね傾き切片って言われたら y=ax+b の式の a のことが傾き b のことが切片ねこれだけ覚えとけば今の問題あっさり解けちゃうから傾きが a 切片が b 傾きが a 切片が b ね。じゃあ見ていくと1、一番 y 等 2x プラス3。傾きは a の部分だから、うん、2。切片は b の部分だから、3。ということで一瞬で答え出ちゃう。二番は y 等マイナス 3x マイナス1。傾きは a。切片は b だからマイナス3とマイナスの1。三番は y イコール 13x プラス傾きは a 切片は b だから傾きは13切片は108で3つ一瞬で答え出ちゃったよ。ポイント使うとこんなに簡単でここでね傾きと切片がグラフで言うとどんなことかそれも合わせて理解しちゃおう。で例えば y イコール ax プラス b こんなグラフがあったとしたら分かりやすいのは切片ね。 切片っていうのは実はここのことを言うんだよ。このの点点って、X、は0の点だねで、X、が0の時には、y、は必ず b になるから、うん A、かけゼ0は0だからねだから 0b になるね。でこの切り取ったところ y 軸との交点を切片というよ。 だからグラフでいうと接切片っていうのは Y 軸との交点になるからねこれが接片そして A はどうなるか A っていうのは Y イコール AX プラス B のグラフでいうと X が例えば一進んだときに Y はどれだけ増えるかというとこれは A だけ増えるのね Y イコール AX プラス B では X が一増えると A ずつ増えていくだから傾きっていうのは X が1増えた時の Y が増える量のことこれを傾きっていうんだよね。うんこの1増えた時のこの傾いてることを傾きっていうからね。グラフで言うと A 傾きで P 切片は Y 軸との交点これも合わせて覚えておこう。 じゃあ練習ね次の1次関数についてグラフの傾きと切片を答えよう。出てきたよ。傾きつまり A と切片 B を答える問題ね。じゃあ問題見ていくと1番が y 7x プラス2傾きは A 切片は B だから7と2ね。2番 y イコール4分の 3x マイナス3分数が出てきても一緒。傾きは A 切片は b だから4分ののとマイナスじゃあ丸の3、y、9く x ちょっと変わった形だね9が前に出て文字が後ろ書き直すとこれ9っていうのはここねマイナス x プラス9のことじゃあ傾きはここマイナス1ねそして切片は b だから9。 こんな形で Y イコール AX プラス B の A が傾き、B が切片覚えておくと一瞬で答え出るよ今日のポイントね傾きと切片は Y イコール AX プラス B の A が傾き、B が切片これだけ覚えておけば大丈夫